はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。簡単に私の自己紹介をしますと、私は民泊清掃会社を経営しておりまして、新法前に都内で16部屋の民泊運営をしておりました。その時は一人で民泊のホストをしていたのですが、月の最高売上は600万円で、月の最高純利益は300万円、平均的に450から500万円くらいの売上を上げていて、平均的な純利益は150から200万円ほどでした。新法とともに全ての部屋を撤退してしまったのですが、現在は箱根で甘宿の戸建てを2つ、長野の安曇野で民泊の戸建てを1つ運営しております。民泊や民泊清掃に関する情報を定期的に配信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。先日ツイッターで視聴者様から DM をいただきました。名前などは伏せた上で読み上げていきたいと思います。こんにちは、 R 社長様、いつも YouTube 見ております。参考になるお話ばかりでとても感謝しております。私は民泊運営に興味があり、新規事業として新たに始めようと思っているのですが、コロナウイルスが世界中に広がってしまい、今は見合わせています。コロナが落ち着いたら始めようと情報を集めている時に、 R 社長様の動画に出会いました。とても参考になるお話ばかりで、全ての動画に目を通しました。この度は質問があり DM をさせていただきたく思います。新しく民泊ビジネスを始めるにあたり、小さい部屋と大きな部屋、どちらで始めるべきなのかを教えていただきたく思います。またそれぞれの部屋の良い点悪い点などもお聞かせいただければと思います。もし可能であればお願いいたします、という DM をいただきました。リクエストありがとうございます。この方からいただいた DM をもとに動画の構成を考えてみましたので、解説していきたいと思います。それでは早速本題に入っていきたいと思います。本日お話しする内容は、大部屋と小部屋どちらがいいのかというテーマでお話をしていきたいと思います。今回のテーマは民泊清掃ではなく民泊運営についての解説をしていきたいと思います。いきなり結論から申し上げますと、最初の一部屋は小さな部屋で運営をして、二部屋目からは大きな部屋でやってみるといいと思います。魅力的なのは絶対的に大部屋です。ではなぜ大部屋を推しているのかを解説していきますね。大部屋なんてやったらコロナでの打撃をもろに食らうじゃねえかよって思うオーナーさんもいると思います。確かにその通りです。しかし打撃を受けるのは小さい部屋でも同じことです。仮にコロナウイルスが永遠に続くのであれば、民泊ビジネスに未来はないでしょう。これから先ずっとコロナウイルスが現在のように世界的にパンデミック状態で続くのであれば、海外からの旅行客は日本には来ませんし、日本国内の動きも規制がかかります。今から私がお話しするのは、コロナが明けた時にどうするのかの話になります。まず最初に小さな部屋と大きな部屋のメリットとデメリットについてお話をしていきたいと思います。小さい部屋のメリットは、不動産契約時の初期費用が安い、家具家電を揃える金額が安い、月々の固定費が安い、ビジネスが失敗した時のリスクが小さいというところですよね。デメリットは、部屋を作った後の民泊の運営の作業が、小さい部屋も大きい部屋も労力は同じなのに対してリターンが小さい。ある程度の利益を出すためには、たくさんの部屋数を作らなければいけないというところがあります。次に、大部屋のメリットとデメリットについてお話をしていきます。大部屋のメリットは、一撃がでかい、大きなリターンが見込める、ホスト側の運営の作業は小さな部屋と同じなので大金が入るチャンスがある。次に大部屋のデメリットについてお話をすると、小さい部屋の真逆になります。不動産契約時の初期費用が高い、家具家電を買い揃える金額が高い、月々の固定費が高い、ビジネスを失敗した時のリスクが大きいということになりますよね。この話を聞いてしまうと、やはり気になるのはコロナウイルスです。コロナがあると大部屋はめちゃくちゃきついです。まずこの時期に大きな固定費は致命的です。さらに密を避けるために、コロナ禍の民泊予約は2名などの必要最低限の少人数の予約ばかりです。2人組での最低限の行動となると、大部屋の需要が全くなくなってしまうわけです。弊社が清掃を預かっていた物件でも、コロナで大部屋の撤退をしてしまったオーナーさんはたくさんいます。パーティーなどもなるべく控える時期になっているので、日本人ゲストであっても大人数の宿泊が相当減っています。ではコロナウイルスがなくなったとしたらどうするかお話ししていきます。新規で民泊ビジネスを始める場合は、まず小さい部屋で始めてみるといいと思います。一部屋民泊の部屋を賃貸で借りる契約をしてみて、家具を搬入して民泊の申請をします。リスティングを作ってみて、ゲストとのやり取りも自分でやってみます。自分自身でやってみてできるなぁと思ったら自分でやってみればいいですし、自分でやってみて難しいなと感じたら、できないと思った部分を運営代行会社さんにお願いすればいいと思います。一通りの流れをつかむまで自分でやってみて、手応えを感じれば、二
2部屋目からは部屋を大きくしていくのがいいでしょう。私が以前民泊の部屋を初めて作った時の話をしますね。よし、民泊を始めようと思った時に、私はまず3部屋の契約を同時にしました。家賃9万円の綺麗な 1K の部屋と、家賃10万円のボロボロの 2K の部屋、家賃13万円で35平米の広めの 1K の部屋の契約をしました。私の民泊ビジネスのスタートはこの3部屋から始まったんです。物件契約と家具家電の購入などで最初にかかった金額はおおよそ170万円くらいだったと思います。清掃のみは外注に出して自分自身で民泊の運営をしてみて、すぐに手応えを感じて、運よく1ヶ月後の審査ですぐにスーパーホストを取得することができました。その3部屋を運営してみて2ヶ月後にさらに2部屋を契約しました。部屋が完成したら次々にどんどん物件の契約をしていって、16部屋になるまでに1年はかからなかったと思います。まず最初に自分自身で3部屋の運営をしてみて思ったのは、小さい部屋をたくさん作っても手間ばっかり作ってめんどくさいなと思いました。部屋数を増やしていくアンテナは張っていましたが、なるべく大きい部屋を契約していった方が効率がいいということに気づいたんです。それ以降もワンルームや 1K の部屋も契約はしましたが、物件情報を提供してくれていた不動産屋さんには 3LDK などの大きい物件の情報を出してくれるようにとお願いするようになります。家賃も30万円以上の物件の情報を求めて、他には100平米のワンルームなどで事務所契約ではなく民泊利用として使える物件の情報を求めていたことを記憶しています。ベッドだけをひたすら並べまくって、戦時中の病院のようにただ寝るだけの広い部屋を作ろうとしていた記憶があります。当時私が狙っていた利益のレンジは家賃と同額の純利益だったんです。家賃が10万円の物件だと売上は約25万円ほどになります。25万円から家賃と光熱費と清掃費を払って手残りが約10万円くらいになる計算でした。ほとんどが計算通りに回っていたので、家賃が20万円だとその部屋の純利益は20万円になる計算でした。ホストとしての手間は小さい部屋も大きい部屋も変わらないので、部屋を大きくしていった方が効率がいいと思うようになったわけです。それ以降は最初の方だったら迷わず飛びついていた家賃8万円の有料物件が出てきても契約をせずに、もっと大きい物件の情報を出してくださいというふうにお願いするようになっていたんです。場所さえ間違えなければ民泊ビジネスはかなり利益が出るという手応えを感じていました。特に新宿近辺の物件の需要は高かったので稼働率は非常に高かったです。家賃8万円の有料物件が目の前にぶら下がっていても、その物件は契約せずにリターンの大きい物件を狙うようになっていったんですね。それくらい大部屋のリターンは魅力的で人気があり、物件自体がライバルオーナーに抑えられてしまい、なかなか手に入らなかったんです。私は当時タコ部屋方式で部屋を貸し出していたので、2人でも10人でも一律の料金で部屋を貸していました。だからこそ予約はすごい勢いで入りましたが、料金も安く設定していたので月の売上のアッパーも低かったです。常に設定したアッパーの売上近くを記録していましたが、爆発的な売上を上げることはできませんでした。その代わりコンスタントに売上を上げ続けることができていたので、リスクを回避した運営方法になっていたと思います。これは今とは違う180日の民泊新法がなかったのでできた方法だとは思います。私の当時の運営方法だと家賃10万円の部屋で売上で30万円に行くことはほとんどなかったのですが、人数割増をうまく使うホストさんは私よりももっと効率的な運営をしておりました。知り合いのホストさんは8万円の部屋でマックス50万円の売上を叩き出したと言っていたので驚きです。これは私の運営方法では絶対に達成できない数字です。人数の割増料金を設定するかしないかは本当に悩ましいところではあります。これに関しては今現在は人数割増料金を使って民泊の運営をしている私の立場からしても、どちらがいいのかという結論には至っていません。次に人数割増料金の設定をしている時の魅力についてもお話をします。これは私の長野の安曇野の物件の話になりますが、つい先日ゲストさんから予約の問い合わせが来ました。長野の部屋はマックス9人の設定なのですが、3泊4日の問い合わせで金額が16万円でした。3泊で16万円という金額を見るとテンション上がりますよね。しかしこれは問い合わせなので確定ではありません。ゲストさんからの要望は18人で宿泊することはできませんかということでした。残念ながら18人の宿泊は不可能なので、このゲストさんはお断りをさせていただいたんですけれども、考えてみると私の部屋がもし18人の宿泊ができたとするならば、3泊4日で30万円の予約が取れていたということになるわけです。
ゲストさんが支払う一人当たりの料金でも1万7000円ほどです。学生気分でワイワイ合宿感覚で楽しむのであれば最高だと思います。仮に長野の安曇野のエリアで20人で宿泊できる家を賃貸したとしても、おそらく家賃は20万円ほどでできると思います。ここからは都合よく計算をしますが、20人泊のゲストが2泊しただけで家賃、光熱費などの固定費を賄うことはできてしまうわけです。月の頭にこのようなボーナスゲストさんを迎え入れることができれば、3日から31日までの間の宿泊は全て丸々利益になるわけです。これが大部屋の魅力なんです。家賃が10万円の部屋だとどんなにうまくいっても清掃費込みで50万円の売り上げになるのに対して、20人が泊まれる部屋であればマックスの売り上げは300万円になる可能性もあるということです。あくまでも理想形の数字で説明をしましたが、可能性があるのとないのでは全然違います。実際にオリンピックシーズンであれば通常の3倍以上でも予約は取れますし、ゲストさんたちも部屋では寝るだけで観光したり外で飲んだりしたいので、とにかく宿泊料金は安くしたいという方も多いはずです。時期によってはあながち大げさな話ではないわけです。東南アジアのゲストさんは特に大人数で旅行をする傾向があります。大人数で密集して宿泊することにもそんなに抵抗がないように感じますし、何よりも安く宿泊したいと思ってるでしょう。3家族で行動していて1部屋で20人が泊まれるホテルはまずありません。ホテルだと1部屋2名で15,000円、20人が宿泊するとなると10部屋を予約しなければいけなくなるわけです。10部屋の予約となると予約するのも大変ですし、大部屋は大部屋のニーズがやはりあるわけです。大部屋は清掃が大変ですが、宿泊するゲストさんは子連れの方たちが多いです。したがってものすごく部屋は荒れますが、すごく細かいところまで指摘してくるゲストも少ないわけです。普通は20人が泊まれる部屋なんて作らないですよね。でも他のホストとの差別化という意味では、他の人たちがやらないことをやるというのは非常に意味があることです。ゲストさんが部屋を検索するときに20人と打ち込んでも全く情報は出てこないのに対して、あなたの20人部屋だけは堂々と受け入れの準備をしているわけです。他に検索してもヒットしないのであれば、リスティングを見たときにあなたの部屋を気に入らなかったとしても、他には選択の余地がないので予約をしてくるわけです。このあたりは3人部屋などの競合が多い部屋との差別化にはなりますよね。今となっては幻になってしまいましたが、2020年の東京オリンピックの予約確定金額が1ヶ月間で1000万を超えているという大部屋の戸建てがいくつもあったという話を聞いています。オリンピック時期は通常日の5倍以上の金額設定にしてみっちり予約が入っていたのに、全てが台無し。そのオーナーさんたちは2020年のオリンピックをウハウハの気持ちで待っていたのに、まさに天国から地獄です。今回の話をまとめてみると、コロナが明けてから民泊を始めるのであれば大部屋が魅力的だと思います。あなたがどんどん民泊の部屋を拡大していきたいと思うのであれば、必ず大部屋が魅力的だと気づくはずです。あくまでも大切なのは需要があるエリアかどうかだということです。エリア選びをミスるとビジネスそのものが失敗してしまう可能性もあるので、十分注意が必要です。特に家賃が高い部屋には気をつけてください。最初の一部屋は小さい部屋で始めてみて、どんどん部屋を大きくしていくのが理想形の形だと思います。5部屋ほどの部屋を半年間運営してみれば、あなたはもう民泊運営のプロと言えるでしょう。半年運営をしてみると、ほとんどの民泊に関するトラブルは一通り経験することができると思いますし、経験談を語るにしても十分な経験値を手に入れることができると思います。最後に本日の動画のリクエストありがとうございました。私がお話をしたいことと視聴者さんが求めている動画の内容って違いますよね。こちらがランダムに動画を配信していく中で、自分の興味のあるタイトルだったら動画を見るという方も多いと思います。人それぞれが求めている情報も違うので、質問をしてもらえるとあなた自身が求めている情報をピンポイントで提供することができるかもしれませんからね。今回の動画はリクエストがなかったら作らなかったであろう内容でありますが、実際に台本を作ってみるとお話ししてみたいことがどんどん出てきました。私自身も全ての質問を動画として作り込むことはできないかもしれませんが、できる限りはリクエストに答えたいと思っております。また質問があればリクエスト動画を作ってみたいと思います。はい、本日は大きい部屋と小さい部屋どちらがいいのかというテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルではこのように民泊清掃や民泊に特化したお話をしていきたいと思います。何か気になる内容がありましたら、ぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。 Twitter、Instagram、民泊清掃ブログ、TikTok もやって
っておりますので、気になる方はフォローをお願いいたします。お仕事やお見積もりのご依頼は概要欄のホームページからお問い合わせをお願いいたします。この動画を見て少しでも参考になった、共感できるなと思った方はグッドマークをお願いいたします。まだまだ甘いな、トークが下手くそだなと思った方はバッドマークの方を押してみてください。あなたの評価が次回の私の動画投稿のモチベーションになるわけです。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。